僕はあんまり見たことがなかったんですけれど、こちらはなんで日本語がついていらっしゃるんですか。はい、元々はアズマヤっていう料理旅館、料亭みたいなのをやりまして、それと、その時の名前を新しい国語に表彰したんですけど、どういう意味ですか。なんかあのラベルのボレロしか僕は出てこないんですけど、そうイメージなんですけど、あのボヘミアンっていうか、あのそういうこの国とかでいろんな料理を提供する、ヨーロッパだけどなんか、まあ、賑やかな、やはり庶民の感じみたいなのをボレロっていう名前で、なんとなくイメージとして表現したんですよ。